ジャパネグロウミザ・インファーナのサナギサナギは昆虫の一部のものが成虫になる寸前に取る。成虫に似た形でほとんど動かない一時期を指す。多くの昆虫は幼虫から成虫へと変態を行う。バッタやセミなどでは幼虫の体は成虫と比較的よく似た構造と形態を持ち、幼虫の背には小さな羽が見える。このような昆虫は幼虫から脱皮によって 直接に、成虫へと羽化する。このような変態の様式を不完全変態という。それに対して、蝶や小金虫などでは、幼虫の形態が、成虫のそれと大きく異なっており、幼虫の体はひたすら餌を食べて、栄養を蓄えるのに向いた形態をとる。彼らの体はおおむね、餌を認識する、最低限のセンサーと消化器官から、できていると言ってよい。しかし、 成虫になる一回前の脱皮の時に、成虫の構造をコンパクトにまとめたい型のような姿になる。これがサナギである。完全変態の昆虫では、サナギの段階において、体の大改造が行われ、成虫の体は、一般的には、希少能力を含めた高い運動性を備え、異性と出会い交尾子子孫を残すのに都合が良い、形態となる。 このような変態の様式を完全変態という。完全変態をする昆虫が幼虫からさなぎになる時に行う脱皮。変態のことを幼化という。昆虫の種類によっては幼化する前に眉を形成し、その中で幼化する種類もいる。幼化する前には全幼と呼ばれる状態になり、体が動かなくなるが、刺激を与えると嫌がるような動きをすることもある。その後に脱皮が行われて、 サナギの形になる。サナギになった段階で、外部形態的には、成虫の姿を折りたたんだような姿が形成されるが、内部の構造の大部分は、サナギの期間中に新たに形成される。サナギは、時間が経つにつれ、次第に着色するが、これは内部に、成虫の体ができて、その体表の色彩や模様が透けて見えるものである。カイコガが溶化することを、溶酸化は、 特別に化けさなぎと呼ぶことがある。妖化の制御には複数のホルモンが関係していることが知られる。前境線から分泌される脱皮ホルモンは脱皮を促進するが、この時、新た体から分泌される洋弱ホルモンが働かないと洋化が起こる。中霊幼虫では通例は洋弱ホルモンが分泌されないが、実験的に他の若い幼虫の新た体を移植してやると、 そこから分泌される洋弱ホルモンの作用で、その個体は次の脱皮でもサナギにならず大きな収霊幼虫となる。逆に、弱霊幼虫から新た体を取り去ると、まだ収霊でないにもかかわらず次の脱皮で溶化する。サナギは、成虫の大まかな外部形態だけが形成された異形である。その内部では一部の神経、呼吸器系以外の組織はドロドロに溶解している。 サナギが振動などのショックで容易に死亡するのはこのためである。幼虫から成虫に劇的に姿を変えるメカニズムは CT スキャンで観察できるものの未だに完全には解明されていない。サナギは多くの場合、成虫の形から体を膨らませ、羽を縮め、付属肢を曲げ、それらを体に密着させた形になっている。 ほとんどのサナギは運動性がなく、じっとしているか、刺激を受けると引くつくような動きを見せるだけである。このため外敵に対する防衛能力は極めて低い。そこで身を守るために小さな部屋を作ってその中に入るものが多い。ガなどの糸を出す能力を持つ幼虫の場合、自分の周りにその糸を使った小さな部屋を作り、その中でサナギになるものが多い。 そのような小部屋を眉という、土の中などに潜り、周りの壁を滑らかに仕上げた小部屋を作り、そこでさなぎになるものも多い。この小部屋はさなぎ室という、地中で周囲を固めて眉状のものを作るものもいて、これは土眉という、ハエ等では完全に脱皮せず、幼虫の皮の内側にさなぎが作られるので、幼虫の皮が眉のようになる。しかし、 種によっては激しく運動するものもある。ヘビトンボのサナギは多少歩いて、噛みついたりする。トビケラ類のサナギは水中にあり、浮かじには、サナギが足を動かして水面に泳ぎ上がり、そこで浮かする。また、カヤユスリカのサナギも泳ぐことができる。カノサナギはその姿から、オニボーフラと呼ばれる。釣りアブなどのサナギは、穴を掘って、体の上半身を空中に出して浮かする。 波上げ派のサナギ町の場合、多くの種が眉やサナギ質を作らず、裸でサナギになる。それが教科書等で紹介されることが多く、これが当たり前のように言われるが、むしろ珍しい部類に入る。例えばモンシロ町の修霊幼虫は十分餌を食べると幼化に適した場所を探すために周囲を徘徊し、やがて足元に足場になるように糸を張り、最後尾の腹足で、それに捕まる。 また、頭を背後へねじるようにして、幼虫は頭を縮めるようにして、しばらくじっとしているが、しばらく時間を置いて、脱皮を始める。出てくるのは、成虫の体を膨らませ、触角や付属し、羽を縮めた上でそれらを体に貼り付けた姿の前後の尖った防水系の形で、後端で足場に引っかかって、体を固定する。その表面は、次第に硬くなり、 白蝶花やアゲハ蝶花のサナギは頭が上を向き腹部末端で足場に固定し背中を通した糸で体を支える縦蝶花やマダラ蝶花のサナギは腹部末端で足場に固定するだけなので頭を下にしてぶら下がるやがてサナギの表面に切れ目が入りそこから成虫が抜け出るとこの間に付属詞は硬くなり羽が伸びるまたこの時に肛門から かなりの量の液体を排出する。これは、さなぎの間に溜まった老廃物を排出しているのである。木アゲハの8日連続写真撮影。岩国市中村昆虫館。岩国市中村情報館。2019年8月11日閲覧。ありがとうございます。